うした、もう立てんのか。武の才能のかけらもない。今日でお前を破門とする。バングの様子がおかしい。急に実戦稽古だって俺をボコボコに。なんか人増えてるな。だがある程度の推察はできる。おそらく画廊のことが絡んでいる。ヒーロー協会本部に凶悪怪人として指名手配され、だからバングは貴様を遠ざけたんじゃないのか。そうだったのか。別にあのじいさんとそんなに親しいわけじゃねえからな。シルバーファングね、いいヒーローネームだよな。誰だお前。先生、バングの現一番弟子のチャランコという名のザコです。まあ、でも足手まといじゃいられない。バング先生のためにもこの俺が画廊を。おいあんた、俺が完全な怪人になるための糧とな。よう、戦術はどう。お連れの筋肉たちも生きては帰さ。射程が世話になったな。タンクトップ、タッカレであの野郎も本当に人間なのか。可愛い弟のために全てを捨てて駆けつけてくれる。最高だぜお兄ちゃん。今じゃあいつがどれくらい強くなっとるか想像つか。こいつは人間だ、それは間違いない。悪いがとどめど。ちょっと待った。 S 級ヒーローともあろう者が人間相手にとどめを刺そうなんて。俺は人間と喧嘩するためにタンクトップを着こなせるようになったわけじゃない。帰るよ、暴れて悪かったな。出てなくなれ。おっと、使っちまったか。こいつ少し驚いただけだ。お前はそこで見ていろ。待て、そいつらには手を出すな。ジャスティスクラッシュガロこの野郎、この人数相手に勝てると思ってんのか。王城の面汚しめ、くらえ流水合祭剣。こりゃひでえな。一足遅かったか。タンクトップマスターがヒーロー狩りにやられたらしいぞ。嘘だろ。君がわざわざお見舞いに来てくれるなんて嬉しいよ埼玉県。ヒーロー協会の新聞にデカデカと載ってたからな。魚の怪人とどっちが強いかわかるか。おお、深海王もとんでもなかったけど今回は何か。でその話詳しく聞かせてくれ。面白そうなもん読んでんじゃねえ。なんだおい、怪人も乗ってるじゃねえか。ワクワクするな。趣味悪いよおじさん。いいな、俺もこの本に乗りてえもんだ。じゃあなクソガキ、パトロール気をつけてねおじさん。ガキは早く帰れ。俺の攻撃が全てかわされいなされ流され、すなわちヒーローを倒す方法を知っている。ほらバナナやるからさ。そこに置くな。それならバング先生の胸を借りればいいだろう。なんなら道場の雑巾書きから。まあつてがないんじゃ諦めるか。ちょっと待った。たまにいるんだな、プロヒーローに喧嘩売るチンピラが。うるせえぞ酔っ払い。俺は飲み直す。これならこいつでどうだ。酒なんか飲んでコントロールが鈍ってるからだ。一斉に食らいやがれ、必殺ゴールデンブレイクアウト。だが最後の一発、これで決める。どうだ今の、怪人がすげえだろ。終わりだ。あなたは噂のヒーロー狩りとお見受けします。すっか、前だ。武器相手も慣れりゃ問題ねえ。おい調子に乗るなよ。それまで調子に乗らせてもらうぜ。クソでも踏んだ気分だぜ。最前線で悪と戦ってるで。こいつもヒーロー、知らねえ顔だな。返り討ちだ。買い物の邪魔すんな。地味に高いな。